オーストリアを訪問した笹川会長はワルトハイム大統領を表敬訪問しました。笹川会長とワルトハイム大統領とは、大統領が国連事務総長時代からの関係であり、かつてハプスブルグ家の住まいであった特別室で会見。大統領就任を祝うこの会見は、西側陣営で初めての VIP として笹川会長が招かれたものとなりました。文化芸術にも幅広く理解を示す笹川会長は、日仏文化芸術交流により設立される日仏笹川財団のためフランスを訪問。その際、ミッテラン大統領を訪問され、日仏笹川財団の経過を説明、その運営について話されました。世界を股にかけ、国益国政にとらわれない民間外交を積極的に推し進める笹川会長は、ブルガリアのソフィア大学で行われた笹川良一ヤングリーダー奨学金協定書調印式に出席するため当地を訪れた際、ブルガリア大統領府にブラガ・ディミトラバ副大統領を訪問し会談を行いました。会談の終わりに、日本船舶振興会が海外援助事業の一つとして援助する医薬品の目録が送られました。心から感謝したいと思います。ヨーロッパ大陸のほぼ中央に位置し、1989年暮れからの東欧民主化の潮流の中で、プラハの春以来の民主化要求デモが広がり、国内から社会主義を削除、民主化に向けて変革するチェコスロバキア連邦共和国。そのプラハ城に笹川会長はハベル大統領を訪問されました。会見でハベル大統領は、会長の世界規模の活躍、ブルガリアの文化、経済、近代化のための会長の尽力に感謝の意を表しました。生きとし生けるもの、すべてを包み込むような雄大さで、優しく時に厳しく、その姿を変えるアフリカ大陸。笹川会長が考える世界平和達成への一つの課題でもある飢餓問題。この解決に向けて、アフリカ新農村運動をスタートさせるべく、ジミー・カーター元大統領とアフリカの地を訪れた笹川会長は、スーダンのエルジズリ・ダファーラ首相と会談されました。スーダンを後にした笹川会長一行は、赤道をまたぎインド洋に面したタンザニアを訪問。大統領官邸を訪れ、アリ・ハッサン・ムイニ大統領と会見されました。タンザニアは一部に豊かな食料はあっても、それを運ぶ車も道もなく、また耕地が可能な 84% は手つかずで残っており、天然資源の開発もできないという状況をムイニ大統領は説明。会長の援助に多大な感謝をされて、会見は和やかな雰囲気の中進みました。笹川会長のアフリカ訪問の旅はさらに続き、アフリカ大陸中南部に位置するザンビア共和国ガウンダ大統領を訪問されました。ザンビアは1964年に非同盟反植民地主義を外交基調とする共和国として独立。紳士の手本を見るような人道主義者のガウンダ大統領は、笹川会長を国賓として招待し、会長もその温かい人柄に好感を持たれ、ザンビア滞在を有意義なものとしました。
グローバル2000笹川アフリカ新生活運動としてアフリカ飢餓救済を進めている笹川会長は、ジミー・カーター元大統領とともにナイル川流域の試験農場で順調に育った穀物の取り入れを行う収穫祭に参加するためスーダンのハルツームを訪問。夕刻、ハルツームのスーダン首相官邸中庭においてマハディ首相招待の歓迎夕食会にジミー・カーター元大統領とともに出席された会長は、マハディ首相をはじめ政府関係者と率直な意見を交換しました。悠久の歴史の中で数々の宗教的民族的紛争に立ち向かっているイスラエル。ユダヤ教とイスラム教が混在し、国防支出と対外債務償還が財政を圧迫する中、人々は日々の生活を送っています。そのイスラエルの首都エルサレムに会長はハイム・ヘルツォク大統領を訪問、会談されました。会談では日本・イスラエル両国の文化的・人的貢献の話を積極的に進め、民間外交の柔軟な対応のできる会談は終始和やかな雰囲気に包まれました。いや、会長がお考えになっているよりは相当年上だと思いますか。いや、私は ね、日本主義に見ると60ぐらいしか見えないな。会長は65歳から70歳の間でしょ。88ですけどね、60とって捨てとるから、実力は28歳が老眼鏡もないしね。笹川ヤングリーダー奨学金の贈呈式出席後、テレス副首相と会談した会長は中東和平問題について意見を交換しました。さらにテレス副首相は子どもたちの学校が閉鎖していることを懸念し、その再開を強く要望されたことに会長もその事実を真剣に受け止め、学校再開に向けて協力を惜しまない姿勢で会談を行いました。1960年、フランスの移民統治から独立し、林鉱石をてこにカカオ豆、コーヒー、綿花など農業の振興を図っているトーゴ共和国。そのトーゴ共和国トーゴ人民連合本部にて開かれたトーゴ大統領主催歓迎式典に出席した笹川会長は、大勢の観衆に温かく歓迎されました。会長はその世界的規模で行われている平和活動とトーゴ日本両国の友好親善に貢献した実績を称えられ、大勲位・モノー賞を贈られました。